ルの生息域は未だ絞り切れていません。キャラバンに接近しすぎるとすでに損傷が出る可能性が考えられます。したがって皆さんのボクシングの行動確保が必要となります。皆さんどうぞよろしくお願いします。やるだけやってみるぞ。進行する必要がなさそう。させてもらった。仕事って。キレイキレイする。
受け入れ準備に入る。皆さん、回覧所荒神消滅まで残り時間がありません。コアの摘出を忘れないでくださいね。はーい、フィヌも一緒にやる。お疲れさん。お前なら必ずやってくれると信じてたよ。ニール、お前にも礼を言わなきゃな。ありがとう。死に損ないがジタバタするところを見たくなかっただけだ。言ってくれる。お前は俺たちの夢を守ってくれた。そうだろう。さあな。ニール、かっこよかったよ。エンゲージもすごかった。やめてくれ、そんな大したもんじゃない。なあニール、俺たちの夢、俺たちの港を作ること、お前もこの夢に乗らないか。考えておく。お前ほどのゴッドイーターにそう言われるのは光栄だがな、まだお前たちの仲間に加わると言ったわけじゃない。ま、当面はこの船にいるんだろ。ゆっくり考えてくれればいいさ。そうだな、しばらくは世話になる。ご苦労だった。無事回覧手荒神のコアは手に入った。これで対抗適用型装甲は完成する。俺たちは唯一無二の技術を手にしたわけだ。おめでとう、ユーゴ。ハウンドはさらに成長していくだろう。お前たちの夢にまた一歩近づいた。礼を言いたいのはこっちだよ。俺たちだけじゃこうはいかなかった。アイン、あんたが俺たちをここまで導いてくれたんだ。一つ聞かせてくれ、アイン。対抗適用型装甲を使った海域踏破船による超長距離航法、何でも持っているあんたがここまで肩入れする本当の理由は何だ。気づいていたか。さすがだな、ユーゴ。極東に俺を待っている奴らがいる。極東？今語れるのはこれだけだ。あんたもいろいろとあるんだな。そういうことだ。今回もお前に頼りきりだったな。ニールのこと改めて礼を言う。これであいつも前に進んでいけるだろう。お前もよくやってくれた、フィム。お母さんと一緒だったからちっとも怖くなかったよ。そうか、いいお母さんを持ったな。うん、お母さんは自慢のお母さんなの。我々は新たな一歩を踏み出した。小さな一歩だが確かに世界を変える一歩だ。ささやかだがパーティーを準備した。今夜は共に門出を祝おう。